勝利。ドラゴンボール Z ドカンバトル。はい、どうも徳島のパンバギンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ本日もねドカンバトルやっていくんですけども、今回の動画ですね、ガチャ動画です。はい、で私の生配信をね、まあ、見てくれた方はご存知の通りパイクアの方をね間違って引いてしまったんですよね、10連。うん。で、残り20連で、無料、10連引けるにあたってですね、もう気になってしゃあないんですよ。この2、あと2回っていうのが、このあと2回っていうのがもう気になってしゃあないんで、今日ね、無料合わせた30連回そうかなと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いします。はい。で、まあ、スカウター見ていくんですけども、パイクーさんね、あ、出てません。もちろんのことですね。で、このゴジータに1つなんですよ、50年ゴジータ。うん。で、これ、大属性の、天使ベジータと天使悟空、これが3凸です。はい。で、魔人ブーゼン、これが、2凸ですね。はい。もうモグモグおじさん、これはもう溢れちぎってます。はい。でブロリーも溢れちぎってます。ゴジータも溢れちぎってます。もう2018年の年末年始ですかのダブルドッカーフェスでもう母体出すのに9万円かかったこのゴジータももはやもうあと1体2陣できるかぐらい、溢れちぎってるんですけども、どうなんですかというところで、スーパーゴジータも溢れちぎってますっていう感じでございます。はい。もう狙うのは1点ですね。うん。このパイクーさんのみ。はい。で、このパイクーさんバチッと出して、もう気持ちよく、このダブルドッカーフェスを終わらせていきたいなと、私は思っております。はい。で、爆裂チェインバトルも来ますからね、もう出しておきたい。もう正直欲しいんですよ。欲しくないって言ったら嘘になる。はい。噛んでいく。ありがとうございます。早速10連目いきましょう。短い動画となると思いますけども、ご賞はください。お願いします。さあ行きましょう。うん。今日も明日から、噛んでいく、噛んでいく。クリリンとベジータ。よこせ、ない、上からぴょこなんてどう？カメハメ、変身していく、ネイトゥー！フェース限確定です。ありがとうございます。もう気持ちよく終わらせてくれ。気持ちよく終わらせてくれ。1体目。2体目。3体目。4体目、引っ張るじゃないか。5体目、引っ張るじゃないか。はい。おー、まあいいでしょう。5周年ゴジータ、やるじゃないか、アナガくん。ゴジータですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこれは贅沢言うとれない。もう LR 出ただけでもありがたいと思わなきゃいけない。ね。さあ、幸先いいですよ。やっぱり時間帯かなと私は思ってる。うん、SSR めっちゃ出るな。あ、もう5点、もう2時なんですよね。うん。ありがとうございます。5周年ゴジータでございました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。鍵しておきます。違います。これで、3と2になりました。はい。というわけで、幸先いいのでこのままいきます。20連目お願いします。どうよ、いっぱいおるだけね、よこせ。なるほど、上からぴょこ、一か八かは大体バチでございます。お願いします。なんもない演出でぴょこっとぬるっと出てください。ペックスさん、ペックスさんよ。2体目。3体目。4体目、時の海洋。5体目、えらい、クリリン率が多いね。クリリン率が多いよ。ダメよ。ダメ。あ、ダメなのよ。あ、はい。ダメじゃん。ダメじゃん。ダメじゃん。パイクーさん出ないじゃん。さあ、もう、ラストね。もう無料分、うん、回して、まあ、終わりになるんですけども、この無料10連でパチッと、パチッと出そうと思いますから、皆さん、行きましょう。行くぜ。もう無料でパチッ出すから、青、青背景だ、青。なるほど。いや、いっぱいおるだけ。よこせ、ない、上からペコ。一か八かの二じゃなくて、そのまま黒髪で折れよ。あら、ダメだけど、長いカメハメハ、長いカメハメハ、来い来い来い、長いカメハメハ、ない、ダメだ。ペイクは、ない、おい、おい、何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 ？何？
おい、めっちゃ出るな、お前。おめめっちゃ出るね、アイキ。なんと。まあいい。もうこれでもスッキリしました、私は。はい。で、今回ね、今回のダブルドッカンフェス、パイクハン出ませんでしたけども、ネタバレとしましてですね、私の生配信のアーカイブご覧になった方はご存知の通り、ジャネンバは無事出てますから。はい。はい、そんな感じでございました。2021年ダブルドッカンフェス、年末年始ダブルドッカンフェス、私は、ジャネンバは、まあ、取得したんで、相手に入れましたんで、もういいかなという感じでございました。いや、激闘だったね。もう400何十年ぐらい回しました。うん。いやー、厳しい。うん。てな感じでね、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。